どうもパシーチャンネルです。さあ今日も最後ですね、いよいよ機関車トーマスの大図鑑のラスト、主な登場人物行ってみましょう。1人目、トップハムハット卿、佐藤鉄道の局長。機関車たちの揉め事を解決したりスケジュールを管理する、厳しいけれど機関車たちに信頼されている、逆に立つ機関車だが褒め言葉というトップハムハット卿ですね。はい、 CG 版ではこんな感じのフォルムとなっております。そしてトップハムハット卿のお母さん、このね緑色の服が特徴的なお母さん、顔も体型もトップハムハット卿にそっくりなお母さん、緑のコートと帽子を素敵に着こなしていますと。そしてこちらがトップハムハット卿夫人、奥さんってこんな感じなんだ。トップハムハット卿の奥さんで、名前はジェーン。ハット卿と同じくらい機関車たちが大好き。初めて見た、トップハムハット卿の奥さん。そしてこちらがトップハムハット卿の孫、お孫さんですって。兄のスティーブンと妹のブリジット。トップハムハット卿の休みの日は祖道島のいろいろなところへ連れて行ってもらうと。お孫さんがいるんだね。そして、ローハムハット卿、なんだこりゃ。トップハムハット卿の双子の弟、黒いひげ以外はそっくりなので誕生日にトーマスにいたずらを仕掛けた。ローハムハット卿だって。知らなかった。知らなかったよね、双子の弟がいたんだって。そしてミスターパーシバル夫妻だね。鉱山鉄道の責任者ミスターパーシバルは妻のポリーと一緒に機関車たちを優しく見守っていますと。おお、この人見たことあるね。ノランビー伯爵、ウルフステッド城の持ち主、トップハムハット卿の古い友達で、長年世界中を旅していた、楽しいことが大好き。そしてボックスフォード公爵夫妻、ベタースペンサーの持ち主で祖道島に別荘を持つ公爵夫妻、風景の写真を撮るのが楽しみと。スペンサーの持ち主ですね、はい。そして市長、祖道島の市長、トップハムハット卿と一緒に島の大事なイベントに出席することが多いと。なるほど。そして駅長さん、見たことある。ソロ鉄道の駅を管理する責任者、駅のことなら何でも知っている、機関車たちとも仲が良い。そして機関、そして信号所で信号や機関車たちの走る方向を決める線路のポイントを管理する人、信号手というんだね。そして作業員、いろんなのがいますね。鉄道調査官マッコールさん、知らねえ。トロッターさん誰、アリシア・ボッティ、バブルスさん、カメラマンこれちょっと全然知らないですけど。そして最後は新しい仲間、この大図鑑がね発売された時点での新しい仲間のことね。さあ1人目はハンクです。新しく島にやってきた大型の蒸気機関車、ボディの色は青、赤い車輪と牛よけがついている。明るくおおらかな性格で、困っている仲間がいるといつでも助けてくれる。知らねえ、ハンク。本当だ、トビーみたいに牛よけがついているハンクですね。そしてあら、オリバーかと思ったらコリンです。船着き場で働く緑色のクレーン、フレディと仲良しで寂しがり屋、同じ場所から動くことができないので、フレディがコリンのために船着き場でパーティーを開いてあげようとしたことがある。確かに固定されてるから動けないね、君は。残念ながら動けないの、だからかわいそうだから、フレディがここでパーティーやったことがあるんだって。そしてあら、フィリップみたいなフローラちゃんです。祖道島に新しくやってきた女の子の路面機関車、路面機関車ってことはトビーと一緒、トビーも路面機関車。ボディの色は黄色、グレートウェイウォータートンにある路線で働いているトビーと一緒にパレードを先導する仕事を任された。やっぱトビーと働いたことあるんだね。これ欲しいな、出てこないかね。トビーを改造したらできそうな気もするけど。そしてフィリップ、これはプラレールでいるね。祖道島に新しくやってきた小さなディーゼル機関車なんだ。ボディの色は黄色と緑、仲間を笑わせるのが好きと。とても頑張り屋で前向きな性格。この子ってもプラレールにあるの？機動車じゃないけどね、いるんだよ。あ、以上ですね。はい、ということであとはテレビシリーズの全440話をご紹介する映画のお話ね、長編映画のご紹介。魔法の鮮度、最後ディーゼル10に追いかけ回されるやつだね。葵と初めて見たのは
これです。僕もやっぱ印象的だったブルーマウンテンのやつね、面白かったよね。トーマスのイラストギャラリー、昔の記者の絵本の時のトーマス絵だね。今とは随分様子が違う、みんなね、顔も表情も全然キャラクターの雰囲気も違うよね。ゴードンなんかもうこの鬼のような顔が印象的だったよ、昔の模型時代はね。ああ、絵本でもこうやって脱線する場面、模型版でもこうやってリメイクされてるみたいね。まあトーマスに歴史ありだよな。ということで、ほんとね、ボリューム8になるのかな、随分長々とご紹介してきましたが、あ、ここら辺ね、図書館で借りて読み上げたことあったね。3台の機関車読んだことある。4台、こっちかな。また借りてきて読もう。図書館で、うん。結構勉強になるし、面白いんだ。おー、そして最後は大井川鉄道。今年10周年でトーマスがまた走り出すみたいですが、ぜひ行って、これ写真撮りたいな。トップハンマット級いるじゃん。ね、ここに。これはぜひとも行ってみたい。あー、しかもトーマスのお弁当売ってんだって。おー、いいね、いいね。トーマスランドも行きたいけど、ここに行こうか、今年は。イギリスでトーマスに会える場所、ミッドハンツ鉄道だって。へぇ、すげえ。さすが。バーティーもいるし、バルジーだった。ジョージがいる。おぉ、すげえ。誰と言ってた絵本で出てきたジョージ。そして、トードにも乗れるようだって。うん、ジョージっていたのよ。変わった、このタンクローリーみたいな。あとでね。ということで、以上で、トーマス大図鑑、コンプリート。いやー、長かったね。一番最初はトーマスたち機関車紹介して、長かったら2つに分けたんだよね。ビル・ベンまでやったのかな。ビルとベンから第2、ボリューム2でこうやってやって。で、機関車終わったら、ディーゼル機関車飛ばしちゃったんだよね。ディーゼル機関車飛ばして間違えて、鉱山鉄道の方先行っちゃって、スカーロイたち終わったら次ディーゼル機関車、ボリューム4で紹介して、で、次兄とクラレベルみたいな客車。ね、紹介して、そう、そして車作業車、ここら辺に出てくるんじゃない、さっきのジョージローリー1、2、3、そしてその他の機関車7、そして今日ね、主な登場人物、そして新しい仲間、はい、全部網羅しました。ということで、はい、トーマス大図鑑これにて終了。次はあのね、パソコンのお話をね、はい、何回かに分けてやっていきたいと思います。ジョージどこ行った。ジョージは私はその他のドゥドゥーン、しかも緑。さっきのでもイギリスのあれ黄色くなかったっけ。ほら、イギリスで会えるのは黄色いですけどね。以上です。バイバイよー。